皆様こんにちは。今回はですね、今年で20回目を迎えます発掘された日本列島2014点の中から史跡今城塚古墳から出土いたしました埴輪についてご紹介いたします。この史跡今城塚古墳はですね、大阪府高槻市にございまして、墳長が約190メーターの超大型の前方後円墳であります。そしてこの前方後円墳の周りに二重のお堀が巡っておりまして、でそのお堀の間にございます包みの部分から約300点もの埴輪が出土いたしました。で今回その中の一部を展示してございます。でここで特に注目していただきたいのは人物型埴輪です。今回展示している人物型埴輪には巫女型埴輪と力士型埴輪がございます。巫女型埴輪もいくつか出土しているんですけれども、その中でもこの巫女型埴輪は万歳をしているかのような手を挙げたポーズをしておりまして、非常にユーモラスな形で作られております。また首や足首のところには玉の表現がございまして、そのように装飾品で体を飾っていたこともわかります。また力士型埴輪につきましては、今のお相撲さんと違いまして、曲げの方向が縦ではなくて頭を横切る形の横方向に、眉毛を言っていることが特徴です。これは古墳時代に見られます力士型埴輪でよく見られるものでございます。でこの他にもですね、今城塚古墳からは、牛型埴輪でありますとか鳥型埴輪のような動物型埴輪も多数出土しており、また高さ1メーターを超えるような E 型埴輪も出土しております。でこのような埴輪がなぜ作られたかというところですけれども、これはですね、おそらくそのこの古墳に葬られた首長を葬る際の儀礼の場を表現していると考えられておりまして、そういった儀礼の場を非常にたくさんの埴輪で飾ることによって、当時の首長の権威をですね、周りに知らしめていたのではないかと考えられます。またこの史跡今城塚古墳はですね、慶太天皇の墓ではないかという説もございまして、そのように非常な有力な大王のお墓のですね、一端を垣間見える重要な資料ということができるでしょう。